イギリス寂しいな。え、何してんすか。え、ここイギリスっすよ。ちょっとさ、俺も寂しかったかな。本当ですか、来ちゃったんすか。来ちゃった。あれあれ、誰ですか。どちら様ですか。あの、ひょっとして一緒に富山県行ってくれた、あの人ですか。ありがとうございます。というわけで、今ロンドンにいるんですけど、イギリスに来て一番楽しかったことは何ですか。ほんまにイギリスに来て一番楽しかったことは、あ、なんだろう、特にないです。特にないな。イギリスに来て一番びっくりしたことは何ですか。基本的にみんな毛穴の量が多いんですよね。失礼な。日本代表の毛穴選手権。逆にあなたはどうですか。イギリスに来てなんかびっくりしたことは。びっくりしたこと、これは面白いように答えなきゃいけないの。たくみは何かありましたか。イギリスに来て一番気持ちよかったこととか。一番気持ちよかったことですか。やっぱりパブの違うわ。いや、続けてどうぞどうぞ。パブのお酒かな。気持ちよかったんですか。ドイツ人めちゃ飲むんですよ。ドイツ人が友達、ドイツ人と友達になって隣に座ってきて、こうビールおごるから飲め。でもめっちゃ渡されるから飲んでたら、めっちゃでかいジョッキにビール入れて渡してきて、You drink this! If you're too Japanese! って言われて、マジか。一口一口、おいえって言ったら記憶飛びました。あ、よくあるよくある。他になんかどんな地域もあったの。博物館に行きたい感想は。もう滑稽ですね。やべ